はい、こんにちは。こんなもの買ってみました。2PC、2機器というわけで、何をするものかというと、USB 端子がこっちに2個あります。こっちにも USB 端子が2個あります。ここに PCA につなぎます。PCB につなぎます。2個何でもいいんですけど、まあ、例えばキーボードとマウスをつなぎます。そして、どっちのマシンでそのデバイスを使うかという切り替え機です。単純な構成になっていると思います。今私 Windows と Mac を行き来しております。なので、デバイスですね。このロジク G9KS、ここに今2個置いてあったんだけど、それがあまりにめんどくさいんで、今ね、こんな感じで USB を抜き替えてます。2個置くよりこっちの方が、楽なんですよね。で、キーボードは今ちょっと Apple 純正が使いやすくて、これなんで、これ Bluetooth なんで困ってるんで、ちょっと変えようかなと思ってます。まあ、使いやすいっていうわけでもなく、たまたまちょっとずっと使ってたから手に馴染んじゃったっていうだけで。で、Windows の方はこれですね。980円で秋葉で拾ってきた謎の、ノーブランドのキーボード。これなんですけど、これはもう、これも、どっちかに統一するっていうか、まあ、もう一個、なんか、USB のやつを買ってきて、そっちに統一するという形で、やろうと思っております。他にもね、別にこういう機器じゃなくても、リンクケーブルっていう、異なるハードウェア感をリンクケーブルっていうもので繋いじゃって、ファイル転送すらできる。なぜかそのリンクケーブルって私あれよくわかんないんだけど、とにかく2台のパソコンを繋ぐことによって、ドラッグ&ドロップのあの、ファイル移動さえできるし、このマウスのカーソル移動もデュアルディスプレイのようにスッといけてしまうっていうものがあるんだけど、それもちょっと気になっていて使ってみたいんだけど、とりあえずまず安牌として、早く環境を整えたいので、これを買いました。ね、こっち側に、電源ケーブルがあって、こっちはね、USB2.0 の通常ポートなんだけど、これが、でかい方の USB なんですね。PC につなぐ方。なので、こっちのケーブルが家にそんなにないんで、実は頼んでおいたんですけど、今日届きませんでしたね。なぜかというと、1本しか付属していないんですよ。この形ですね。で、こっちはいいです。なので、この機器なのに、もう1本買わなきゃいけないという、ちょっとちぐはぐなセットになっております。で、AC 電源と。まあ、リンクケーブルもすごく気になってはいるんだけど、まあ、先にね、こっちの方で、安牌で切り替えますよ、私は。ただ、私の場合、Windows と Windows だったらいいんですけど、Mac と Windows を切り替えるんで、Mac の方に、まあ、大体こうなって Windows はいけるんですけど、Mac の方にうまく読み込みがいってくれるかっていうのが、不安ですね。単純に、ここに表記がある通り、PC1、PC2 ってあって、ここを押すと、どっちが1か2か分かんないですけど、1、2っていう感じで、つないでいるデバイスをどっちの PC で使うかっていうのを切り替えられる。ワンボタンで私良かったんだけどね、キーボードとマウスつなぐだけだから。まあ、ここにウェブカメつないだり、ハードディスクつないだりっていう形を取るのであれば、4ポート必要だったりっていう形になると思うんですけどね。まあ、なかなか、そんなにニーズのない、ね、デバイスなんで、そんなに選べる種類もないんですけどね。で、USB3.0 のものがあんまりなかったんで、とりあえず、まあ、デバイスなんでいいかなと。速度関係ないんで、キーボードとマウスなんで、USB2.0 のこちらを買いました。安かったです。6000円ぐらいのものが2000いくらで Amazon で売ってました。安かったんで、ポンと買いましたね。Windows 8対応って書いてあります。8ですね。8.1 とも書いてあります。MacOS が 8.6 からっていう、ちょっと心配なんですけど、まあ大丈夫でしょうと思って。まあ私割とね、サーバーサプライズは信じてるんで、買いました。そんなわけで、2台のデバイスというか、まあこれで言うと、プリンターとかをつなぐっていう感じになってますけど、私の場合は、まあ、PC 何台か使ってるんで、そういう形で使おうと思っております。必ず、この USB ケーブルがもう1本必要になります。まあ、つないで問題なければこのまま使うと思っていて、また、使ってて問題とかあったり、あればまた動画にしますので、
まあ特にドライしなければ動いてるんだなっていう感じでいいかなと思います。そんなわけでサーガプライさんの USB2 台を2台の PC で切り替える、切り替え機でした。また会いましょう。バイバーイ。